日刊さん主催ポエムタウン第2回年間賞俳句青少年の部、最優秀年間賞はサウストーレンスハイスクール今野紗恵さん15歳の作品。春が来て私の前で桜咲く、春が来て私の前で桜咲く。続いて俳句成人の部、最優秀年間賞は鈴木ロジーさんの作品。サザンカや妻に未だに紀州弁、サザンカや妻に未だに紀州弁。続いては川柳の部門、最優秀年間賞は石口玲さんの作品。亡き人のメモ書き今は宝物、亡き人のメモ書き今は宝物。ポエムタウンは日本語の詩、俳句、川柳、短歌を表現する町、タウンです。このタウンには3つの目的があります。 1. 日系社会における美しい日本語の推進。 2. 詩、俳句、川柳、短歌という日本語での表現により純粋で素直な感性を育む。 3. 日本文化の推進。ポエムタウンでは流派や経験年数など一切問いません。これにご賛同くださった詩人荒井正幸さん、俳人島康介さん、元南下日系商工会議所会頭半田俊夫さん、歌人岩見純子さんと西岡徳江さんにはレギュラー選者として、また日系コミュニティ内外でご活躍されている方々にはゲスト選者としてご協力いただいています。詳しくは日刊さんのホームページ日刊さん .com、 日刊さん .com をご覧ください。